初球空振り、第7球をランナー一斉にスタート。第9球投球、これから4球目。はい、どうも皆さんこんにちは、UFO 高校です。本日は夏の甲子園大会準決勝戦やっていきたいと思います。はい、まあ2回戦3回戦は接戦が多くて、なんとも言えないようなっていうか、まあなんとか勝ててよかったって感じですけど、準々決勝はまあ相手のエラーにも助けられながら、大量11得点を挙げて勝利する形となりましたんで、まあまあまあうまくこう相手とも重ねながらやっていければなと思います。だからこういうネタバレやめて。お待たせいたしました。残る2つの椅子をめぐってベスト4の激突です。甲子園大会準決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側愛媛代表古豪高校チーム、三塁側栃木代表名門羽賀、ご覧の通りスタンドは満員のお客さんが待っています。先発メンバーはご覧の通り、意外性のあるチームに鍛えられ、意外性のあるチームじゃねえよ。2アウトランナーなしという場面で四国のカタパルト熊、マウンド上は中条。ざる。第9球ボール、第2球2球目ストライク、第3球を投げました、内角ボールが回ったショート右アウト、スリーアウトチェンジ。中条今日は上々の立ち上がりです。絶対1のランプが出てるからな。高校チーム勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁という場面でバッターは3年生四国のカタパルト熊木、怖いバッターが続きます。第2球投げました、外れたボール、投げましたボール、第4球を投げた、4球目ストライク、第5球投げた、ここは選んでフォアボール。そこ頑張って点入れてほしかったな。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは2年生リオの安打製造機河内、ネクストバッターサークルに控えているのは塩野。第2球投げた、バントしてきた、取った、一塁送球、一塁はアウト、送りバント成功です。高校チームなおもチャンスが続きます。第9球初球空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。1球目空振りから見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球はボール、他でこれスクイーズ決めんときついから。投球これから4球目、さあ犠牲フライになるか、取りました、ボールは中継、塩のセンターへの犠牲フライ、高校チーム1点リードに変わりました、2対1。第9球投げた、打ちました、ファール、ストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げた、一つ外してボール、ここまで80球投げさせられたのは。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、なんだあのショートの動き、センターバックホーム、アウトとした、熊木いいバッティングを見せました、今日初めてのヒットになりました。第9球投げました、ボール、投げました、チェンジアップはボール、一塁へ牽制球を送ります、もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投球はこれから3球目、3球目ストライク、第4球を投げました、ボール、
第5球投げました。愛希選んでフォアボール。これで満塁です。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。第9球初球はストライク。まずは見送りました。第2球投げた。インコース低めストライク。投球は3球目投げた。ボール。投球これから4球目見送ってボール。さあ投球は5球目打ちました。スタンドに入りました。ファール。第6球を投げた。ボール。第7球をランナー一斉にスタート。三振。5回の裏が終わりまして2対1高校チーム1点勝ち越しです。1点じゃダメだ。高校チーム同点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でバッターは3年生一色。マウンド上ピッチャーは四国の怪物柳川。一塁牽制タッチはセーフ。もう一度一塁牽制球です。タッチセーフ。投げた。投球後ボールを二塁へ送った。二塁セーフ。ランナーを進められてしまいました。第3球を投げた。空振り。第4球を投げました。低め見送ってストライク。追い込んでから第5球打ちました。ショートこれは守備範囲内。あーっと送球それた。キャッチを見せましたがここは及びません。スリーアウトチェンジ。柳川ツーアウト二塁三塁のピンチでしたがここはゼロに抑えました。高校チームリードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは3年生四国のカタパルト熊木。投げました。インコース低めストライク。まずは見送りました。初球ストライクからボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げました。内角ギリギリいっぱいストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。打った。痛烈な当たり。ピッチャー返し。センターからサードへ熊木。ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9球打った。強い当たり。打球はそのまま乗せていく。ライナー持っていきました。甲子園球場前を埋め切れます。レフトスタンドに叩き込んだ。初球を完璧に捉えました。スタンドからの声援が力に変わったホームランです。ナイスバッティング。さあいよいよ最終回。トップバッターは柿澤。今日はここまで3打数柳川降板。マウンドに上がったのは杉井。今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあ調子を上げることはできるか。第9球投げました。初球引っ張った。抜けた。柿澤いいバッティングを見せました。バッターは3年生徳本。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。さあここはゲッツーシフトを敷きます。ファールボール。第2球打った。ファール。第3球1球外した。もう打たれてもしょうがない。第4球を投げた。打ちました。スタンドに入りました。ファール。さあ5球目スクリューはボール。第6球はこれは引っ掛けた。ショートの不調。ショート落下点。掴みました。ショートから一塁送球。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。次降板右の土屋。今日3人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。チェンジアップはボール。は焦らない。さあ次の投球打ちました。土屋ボールを掴んだ。アウト。あと1人。バッターは2年生田淵。さあここは守備を変えてくるようです。第9球初球を打ちました。1、2塁間へ。あーっと送球それた。アウト。ゲームセット。打ち破りました。高校チームいよいよ最後の夢舞台に向かいます。はい、夏の甲子園大会準決勝の勝利、決勝進出。
相手のスリーラン、でかかったっすね。よくあれ初球から思い切って振ってくれたね。ナイスバッティング。決勝戦を投げさせます。よろしくお願いします。いやーね、さあ夏優勝があってございますね。もしかしたら大丈夫さすがかもしれないですね。はい、ということでですね、本日参加していただきありがとうございました。はい、では次回の企画で終わります。